明夫カフェ祈願謎の女今にも雪か雨でも降ってきそうな薄ら寒い冬の晩であった高校たる電光に紫色の煙渦巻く銀座裏のカフェ白猫の騒々しい客の中に これははまた,あたりとは不調和な。年の頃256お飯の着物に黒の縫い物の羽織という入れたちの一人の品のいい婦人が隅っこのテーブルに座って妙にそわそわした目つきで入り口のドアばかり見入っているのだ私はその夜詩人大村と一緒だったが昨夜もこの女を見たので不思議に思い カフェ白猫の常連である大村にそっと聞いてみる気になったあの女ほらあそこに座っている女だよ昨夜もあそこに座って心配そうな顔をしていたがあれは一体誰だい君はまだあれを知らないのか昼でも晩でも幽霊のように毎日このカフェに来る女だよカフェを出ると街をあてどもなく歩き回って 疲れるとまたここへ帰ってくるんだどうして当てどもなく町を歩くのだろうつまり一夜の宿を借りた家を探し回っているんだがそれがどうしてもわからないただわかっているのはその家が麻布の本蓮寺から歩いて30分の地点にあるということだけなんだ番地はもとより町名もわからない しかし家の前まで出れば見覚えがあるそうだところがどんなに探し回ってもその家が見つからないだから毎日ここから麻布の本蓮寺というお寺まで歩いて行きそれからまたあの辺りの迷路のような小道をさまよい歩いてまたここに帰ってくるんだこのカフェへ帰ってくる理由はと私が聞いたその家 すなわち一夜の宿を貸してくれた家だねその家の人がこのカフェへ来はしないかと思ってそれで毎日あの扉を見つめているんだもう二人は永久にこの世では会えないだろうと僕なんかは思うのだけれどね好奇心に駆られた私はしつこく追求せずにはいられなかったどうしてこのカフェにその相手の人が来るんだ知人大村は、 ウイスキーソーダのグラスをいじりながら「よしそんならカフェ祈願を初めから話してやろう」そして大村は次のように話を始めたその女は北野理佳子といって東京の北にある田舎の女学校の教師だが郷里は西の方だったもう丸2年も郷里へ帰らないので この冬休みを利用して久しぶりに帰省することに決めたのだがちょうどかの女のおばで那須の温泉に投入しているのがあったのでそのおばと途中の汽車で一緒になりそれから東京へ出ることになっていたところがおばは急に約束を変更して2日遅く帰ろうと言い出したのでリカ子もそれまで待たねばならなかった彼女は元自分が教えていた生徒で 今、女子大学にいる生徒と東京でちょっと会う約束だったその生徒は水曜の夜8時にカフェ白猫で会いましょうと言ってきたのだが予定日が変更されたので莉華子は出発前に「金曜の8時に変更してくれ」という手紙を出したのだった記者の旅 車に乗った時の彼女はハンドバッグの中に銀かどうかを取り混ぜた小銭を入れその他にに十円札を50枚ハンドバッグのポケットに入れていた細かいところまで世話を焼かずにいられないおばはそれが気になってしようがなかったハンドバッグの中に500円も入れる人があるものかまあお前はなんという無考えな子だろうねえ おばさん、大丈夫よあたし子供じゃありませんから盗まれたらどうするつもりなのだ盗まれなくても置き忘れるということもある100万長者のお嬢さんだってハンドバッグの中に500円も入れるものはないよでもおばさんあたし今夜昔教えた生徒と一緒に食事をする約束がありますの だって明日は朝の8時に東京駅を立つのだよ今夜は疲れているから宿に着いたら早く休んだ方がいい一晩しか東京に泊まらないのに昔の生徒とご飯を食べるなんてことがありますか記者が上野に着くと荷物と一緒に自動車に乗っておばがいつか泊まったことがあるという旅館へ行ったしかし年末なので各部屋とも満員 しばらく帳場で待たされたのちやっと通されたのは絵画の裏の方の薄暗い部屋だったあまり立派な部屋ではなかったが2人は疲れてもいたし時刻もそんなに早くなかったので他の旅館を探そうともしないでそこに腰を据えたそんなことで理華子の神経はますます苛立って しばらく休んだ後で生徒に会いに出かけるときまたおばがハンドバッグのことを言い出しても頑固に拒む気になるのだったお前本当に会いに行きなのかいええ約束してしまったんですものそれにもうしばらく会わずにいますからでもそのカフェがどこにあるのかお前知らないのだろう銀座裏といっても広いよ どの電車に乗るのか分かってるのかね乗り換えがあったりしてなかなか面倒だよ。迷子になったらどうするつもりなんだタクシーで行きますわ。また贅沢なことを。荷物があるんじゃあるまいし。あたしの思う通りにさしてください。しばらく東京の電車に乗らないので、電車じゃどっちへ行っていいかわからなくなったんですもの。 りか子はおばのおせっかいがうるさくなったので、障子を開けてすぐ向こうにある顔洗い場へ行った。後から追っかけるようにおばの声が聞こえた。行くなら500円だけは置いといて行きなさい。ハンドバッグに入れて持って行くときっと取られてしまうから。銀貨で5円も持って行ったらたくさんだよ。りか子は水道船をひねって水を出しながら。いいえ、ね。 持って行きます。そんな無茶を言うもんじゃありません。もし盗まれでもしたら、後でお前のお母さんから私がどんなに責められるか分かりゃしないんだから。大丈夫ですよ、おばさん。私子供じゃないんですから。お前は子供の時から兄弟のうちでも一番のわがまま者だったが、相変わらず言い出したら聞かないんだね。 理香子は返事はしないでしばらく顔洗い場の姿見の前に立ってお化粧をしたそれが済むと部屋へ戻ってきて「もう約束してしまったんですから今日は行かしてください」「なるべく早く帰るつもりですけれど遅くなりましたらお先に休んでください」急いで茶色のコートを着ると火鉢のそばのおばの目の前に置いてあったハンドバッグを わざと見せびらかすように取り上げて悠々と出かけたのである夜の都はやとっぷり暮れた町には寒い夜風が吹いて美しい明かりがついていた叔母に対してあまりに害を通しすぎたのでいささか後悔されたが でも、賑やかな人混みに混ざると、いつの間にかそんなことは忘れてしまって、籠から放たれた小鳥のように晴れ晴れとした気分になるのだった。通りすがりの自動車を呼び止めると、銀座裏のカフェの名を告げて、ふんわり柔らかい座席に腰を下ろした。自動車が軽やかに動き始めると、赤や黄色の美しい電灯が両側に流れて、 なるべくその気持ちよいドライブの長からんことを祈らずにいられなかったしかし約束のカフェに行ってみるとまず雑然とした光景に驚かされたカフェに入るのは生まれて初めての経験だった暖炉と一息でムッとするほど暖かくたばこの煙がもくもくと立ち込めているどこを探しても生徒の姿は見られない まだ約束の8時にならぬから座って待つことにした彼女はわざと男客を避けて女が一人座っているテーブルを見つけてその前に向かい合って腰掛けただが腰掛けた後で改めて相手の女を見たらなんだかそのテーブルに座ったことが後悔された頭は断髪ホームスパンのスートの上に黒い街灯を着て 若くてちょっときれいではあるが、どうやら得体の知れぬ社会の女らしく、病気でもあるのか気味悪いほど顔が青白く、痩せて、片手に煙の立ち上る薪タバコを持ったまま、しきりに考えながら小さい字で手紙を書いていた。リカこはトゲトゲしい眼差しでその女を見ずにいられなかった。白服の給仕が来ると、 紅茶とお菓子を注文した時計を見ると約束の8時にはまだ5分を余している「早く来てくれるといい」「来たらここを出てどこかカフェでない他の場所で食事をしよう」だが生徒は「文子」という名なのだが8時になっても8時半になっても姿を現さなかった。 りか子はあとから出した手紙がふみ子についたかどうかそれが心配になりだしたやがて壁の大時計がくじを指さしたリカ子は疲労と不安でその上待つ気になれなかったのでそっと立ち上がっただが次の瞬間頭でも叩かれたようにふらふらと力なく椅子に倒れかかった彼女は急いだあまり 自分の旅館の名を聞かずに飛び出していたのだった。どうかなさいましたの手紙を書いていた女が顔を起こしてこう聞いた。いえー。リカコの答えは不愛想であった。彼女はしきりに宿屋の名を思い出そうとしたが、どうしても頭に浮かんでこない。浮かんでこないのも通り、彼女は 叔母の話にろくに耳を傾けてはいなかったのだ宿を出るとき書き留めておかなかったのは手ぬかりに違いなかったこうなったらふみ子の下宿を訪ねてそこで一晩泊めてもらうよりほかないがそうなったら叔母がどんなに気をもむことだろう仮に今夜叔母が何も知らずに寝入ったとしても明朝目を覚ましたら慌てるに決まっている 「それを思うとリカ子の胸は痛かった」「明朝になったら8時に遅れぬように東京駅へ駆けつけなければならぬ」「その時叔母が荷物を持って待っていてくれればいいが」「リカ子はこんなことを考えながらハンドバッグからハンケチを取り出したがその時自分の手がわずかに震えるのに気づいて自分ながら情けなかった」 生きくれてまた手紙を書いている女と目がかち合ったお顔色が悪うございますよこうその女が真顔になっていったなんだか私気分が悪くなりましたの手紙を書いていた女はテーブルを叩いて球児を呼んだボーイさん この方に水を一杯持ってきてあげてくださいそれからリカ子に向かいブドウ酒をおあがりになったらどうですかリカ子はそんなことよりも一刻も早くふみ子の下宿へ行きたかったあの渋谷の築陽町というのはどの辺なんでございましょう焦泉の渋谷駅から遠いのでしょうかそう築陽町というのは存じません 頭痛ででもなさるんですかええ急にお顔色が悪くなりましたわ私国へ帰ります途中今夜一晩だけ東京に泊まったんですけれど宿屋の名を忘れちまいましたのちょっと笑って何でも神田辺りのようでしたけれど夜のことですし自動車に乗っていましたので。 それはお困りですね。ですから、友達の家へ泊めてもらおうと思いますの。男の方いいえ、女の学生ですわ。畜養長というのは存じませんけれど、商船電車でお行きになるより、タクシーの方が面倒ではなくてよくはございませんか理科は椅子から立ち上がって。ええ。 タクシーにしましょうどうもありがとうございましたその方がお留守でしたらまたここへ帰っていらっしゃい私が何とかしてあげますからリカこは白猫を出るとすぐ自動車に乗って畜陽町のふみコの下宿を訪ねた運転手が探してくれた彼女の家はこじんまりとした素人下宿であったふみコさんはいらっしゃいますでしょうか 出てきた主婦にこう聞くとおとといお引っ越しになりましたあら昨日届くようにお手紙を差し上げたんですけれど昨日お手紙が一つ参りましたんですけれどお引っ越しになったあとだったもんですからすぐ郵便屋に持って帰ってもらいましたのまだ下駄や傘が置いてありますので近いうち取りにお見えになるはずです その時転居先を知らせるとおっしゃいましたじゃあ今どこにいられるか分かりませんのねええりか子はまた自動車を呼んでそれに乗ったあまり気は進まなかったけれどカフェの女のところへ帰るよりほかなかった彼女はまだ片隅のテーブルで手紙の文句を考えていた 留守で会えませんでしたわ。まあ。あなたは、このお近くなんですかいつもこの近くのダンスホールへ通っているんですけれど。ダンサーをしていらっしゃるのこの頃は病気で休んでいます。近くに宿屋はございません今連れて行ってあげます。 荷物がないので怪しまれはしないでしょうか。大丈夫ですよ。お金さえ先に払えば。リカ子はテーブルの上のハンドバッグを取り上げて握りしめながら、500円の金をおばに預けなくてよかったと思った。女はりか子のハンドバッグに一別を注いだが、すぐまた目をそらした。時計を見ると10時半だった。 汽車でお弁当をを食べたた。だけの子は空腹を感じていた私、ここで何か食べたいと思いますの。あなたも一緒に付き合ってくださらないはじめは嫌だった女と食事まで共にするようになったことが、自分ながら、情けなく思われるのだった。見知らぬ女。 二人が食事を済ましてカフェを出てみたら、外にはいつの間にかそぼそぼ小雨が降っていた。しばらく街を足早に行くと、ここです。と女が立ち止まった。女は先に立って入りながら、帳場に座る番頭に向いて、止めてもらえますかこの方がお一人なんですけれど。お気の毒様です。 あいにく満員でございまして、どうも。番頭は丁寧に断った。二人はまた街へ出た。本当にお世話になってすみませんわね。こんなに雨が降りますのに。雨には慣れています。私、このくらいの雨にはいつも街灯だけで、傘なんか差しませんのよ。堀沿いの電車通りへ出ると、 彼らはまた一つの宿屋を訪ねてみたが年末のこととて満員ですげなく断られた雨が次第に本降りとなったのでリカこはコートの襟を合わせ襟巻きで顔を覆うようにしてピシャピシャ歩いた自動車が後ろから追い越すごとに立ち上がっては眺めたのだけれどどの自動車にもしぶきで潤んだガラス窓の中には人が乗っていて そ知らぬ顔で通り過ぎるのだったやがて二人は橋を渡って電車通りを折れて物静かな通りへ出たその通りにある3階建ての洋館の前まで来ると女がすたすたそこの石段を上るので莉華子も恐る恐る後に従った外観が立派な割合に洋風の玄関はガランとしてさびれていたがメルに応じて出てきた女中は またまた満員という理由で断った二人は力なく街へ出た時計を見ると12時近くなっていたもう行くべきところは思いつかれなかった人通りも次第に少なくなりつつあるなんなら私の家へお泊まりになってはどうですか狭くて汚くてあなたみたいな立派な方のお泊まりになるところじゃないんですけれど 子ははじめにはちゅうちょしたがもうそのときには軒下でもベンチの上でもいいから横になって休みたいと思うほど疲れていたご遠方なんですか麻布ですの6畳1間しかないんですけれどありがとうございますが汚いところですけれど一晩ぐらいどんなところだって辛抱できるじゃございませんか 雨はいつまでたってもやみそうもなかったそんならご厄介になりましょうかしらでも迷惑じゃないんですかそんならすぐ電車に乗りましょうお一人で下宿していらっしゃるのええ電車を降りるとしばらく歩いた辺りが暗くてよくはわからないが バスへの小道をいくつも折れて真っ暗い路地を突き当たるとその右側に急な階段がある階段を上りきるとそこが狭いベランダのようになっていて薄暗いところにバケツや台所道具のようなものが置いてあるそこを通り抜けて扉を開けるとみすぼらしい狭い部屋が食行の弱い伝統に照らされた 部屋の中には小机が一つあるだけでその上に小さい鏡を立てかけ化粧道具を雑然と並べてある机の上には赤いメリンスの座布団が置いてあった火鉢一つない荒涼とした部屋を見てはリカ子も思わずぞっと肌寒い思いをせずにいられなかったリカ子が扉の外でコートの雫をはたいている間に 女は素早く押し入れを開けて部屋の真ん中にヤグを敷き始めた敷布だけは新しいのと取り替えたらしいが2人で一緒に寝るつもりらしいあなたはこの枕をしておやすみなさいと女は赤い座布団を2つに折ってそれを新しいタオルで巻いたいつもこの電気をつけたままおやすみになるのいいえ。 つけといた方がいいたがですか。私も暗くないと寝られませんのじゃあ消します窓からここの明かりが差し込みますから大丈夫ですよお先に失礼とリカ子が着物を脱いで観念してヤグの中に入ると女も電灯を消して入っただがリカ子の頭には 今日一日のことが次から次へと思い浮かべられすぐには寝疲かれなかったおばとの記者の旅カフェの出来事明日この家を建つ時にはいくらか心付けを置かねばならぬがどのくらい置いたらいいだろうかもうハンドバッグの中には銀貨は2つか3つしか残ってはいないはずだ十円札を1枚置くのもあまりたくさんすぎるしそれかといって 明日の朝になって札を崩しに出るのも変であるこんなことを考えているうちに疲れているのでぐっすり寝込んでしまった盗んだ金あくる朝リカ子が目を覚ましたのは七時頃だった記者が出るのは八時すぎである 東京駅までで自動車で何分かかか。るだろう叔母が東京駅で心配して待っているだろう彼女はベランダへ出ると水道線をひねりなるべく物音を立てぬよう急いで身支度をした女は骨張った片手を布団からのぞけ細い体をエビのように曲げてすやすや眠っているそれを見ているとリカ子の胸には同情や感謝というよりも もっと温かい感情が湧いてくるのだった。で、ハンドバッグを開けて十円札を探した。ところが中は空だった。五百円盗まれたと知った瞬間、理カ子は頭がふらふらして何も考えることができなかった。やがて正気に帰って一番に頭に浮かんだことは、昨夜以来の自分が いかにもやすやすと罠にかかったということだったこの女は自分を田舎からポットでの女と見込んで最初から爪を磨いて狙っていたのだりか子は憤怒で火のようになった何とかして早く金を取り戻さねば自分は小じき同様になってしまう無論この女は金を返せと言ったとて素直に返すような女ではあるまい それどころか悪態の有竹をついて近所中に聞こえるような声で罵りながら自分を叩き出すのがオチだだから自分としては警察へ訴えて出るより他に手はない理カ子は何も知らずに眠っている女のそばによって憎らしげにその顔を眺めたその時ふと見るとふさふさとした髪の乗っかっているくくり枕の白い覆いの下から なんだか膨れ上がった封筒の端のようなものがのぞいているリカ子がそっとそれを抜き取って中のものを出してみたら予想通り十円札が50枚500円の金だった彼女は罠なく手でそれを自分のハンドバッグの中にしまうとすぐにも揺り起こして攻めてやりたかったが強いて胸の炎を抑えて急いで階段を駆け下りた 雨は止んでいたが空はまだどんより曇って汚らしいバスへの街路を吹く朝の風が寒かった小道を2つ3つ曲がってちょっとした通りへ出たがまだ早いので自動車は通っていない彼女は通りすがりの血のみ子を抱えた女将さん風の女を呼び止めてタクシーのあるところを聞いたその女に教えられて 急ぎ足にしばらくまっすぐに行くと突き当たりに大きな寺があってそのそばに自動車があったその自動車に乗って東京駅に駆けつけてみたら不安と不機嫌の入り混じった顔をしたおばが入り口に立って待っていた「まあお前どうしていたんだどこをうろついていたんだ私はきっとお前が殺されでもしたのかと思っていた」 早く切符を買いなさい。なさああ、そうそうお前は金を持っていかなかったんだね昨日お前が顔洗い場へ行った留守に私が預かっておいてあげたんだよりかこは頭をガンと殴られたように目がくらんでしまったそれとも知らずに自分は哀れな踊り子の金を持って帰った後で彼女はどんなに自分を恨んでいるであろう 恩知らず人人泥棒すりあらゆる罵倒を浴びせているだろうどんなに罵倒せられてもしかたはないのだ自分はすぐにでも金を返したいのだが当人の名も知らねば町の名も知らないただおおよその方角の見当がつくだけなのだ無論その日リカこはおばと一緒に東京駅から汽車に乗らなかった おばは一人で東京をたったリカ子は「どうかあの女に会わせてくれあの女の下宿まで行かせてくれ」と涙ながらに神に祈りながら街をさまよい歩いた歩いている間にも彼女の耳には哀れな踊り子の罵倒が聞こえるような気がしたあの女はあれだけの大金をためるのにどれだけの月日を費やしたんだろう 十銭を積んで一円となしそれをまた積んで十円とし百円としたのだ一枚一枚とたまる紙幣を一里塚のように楽しみながら獅子として働き続けたことであろうその血を絞るようにしてためた金を一夜にして見知らぬ女に盗まれたのだしかも自分が助けてやり 宿まで貸してやった女に「ああ辞める踊り子は今頃はどんなに自分を恨んでいるであろう」迷路「あてどもなく町から町へとさまよい歩いて夕暮れになると疲れきった体を銀座裏のカフェ白猫に運んだ」 ことによるとこのカフェでまたあの女に会えるかもしれぬけれども店の人によく聞いてみると踊り子は時々気はするが月に一度か二度くらいの程度らしいもし今度その人が来ましたら私が返したいものがあるんですからすぐ知らしてください今夜の私の宿を紙に書いておきます明日からの住所は明日来てお知らせします こう言い残して彼女は警視庁へ相談に行った警官は言うのだったその踊り子が持っていた金がやましい金でないならきっと警視庁へ届けるはずですですから当分お持ちになるんですねその間は麻布方面をお探しになったらどうですいくら探しても分かりませんのただ麻布だけで どの辺りか見当はつきませんかそれがわからないんです。朝踊り子の家を出たとき、なんか近くに見覚えになるようなものはなかったんですか何しろ慌てて急いでいたもんですから、狭い路地を出て、汚らしいバスへの街角をいくつも曲がって大通りへ出たということしか覚えていませんの。 その大通りをまっすぐ行ったところにお寺があったのですか。どんな寺ですああ。町が三方に広がった広々としたところに大きな朱塗りの山門がありまして、その奥の方に大木が黒々と茂っていました。それは麻布日吉町の本蓮寺ですよ。しかし残念ながら、 あなたはその寺へ着くまでに30分もかかっているんですからただその女の家は本蓮寺から30分かかる地点にあるということしか断言できないわけですとにかくあなたのお泊りになるところを書いといてください届けがあり次第お知らせしますからその沸くる日に彼女は安い下宿に引っ越した後で本蓮寺へ行き それからお寺の周りのゴミゴミした界わいを長い間歩き回したその次の日もまた次の日も同じことを繰り返しては帰りはいつも決まりきって白猫に立ち寄った詩人大村は語り終わると口をつぐんだ私が時計を出してみるともう十一時を過ぎていた カフェのの客は人人減り2人減りりしててて向こうのテーブルを見ると力なくく。立ち上がって帰っ帰いく私はその後ろ姿を見送りながら「かわいそうに」とつぶやかずにいられなかったこの詩人大村の実話が講談紳士に現れたのはそれから数日たってからのことだったそれと同時に理香子の評判は素晴らしいものとなり マントの人々が一目でも彼女を見ようとして昼となく夜となく銀座裏のカフェ白猫をめがけてワッシょワッシょと殺到するのでおかげで白猫の亭主はいつもより数十倍の利益を収穫しただがそのうち奇怪な噂がどこからともなく立ち始めたのだすなわちこの実話は 白猫を宣伝するために大村がでっち上げた巧妙な作り話であって大村はその報酬として毎日白猫で高価なお酒を露派で飲んでいるというのだでは黒羽織の理香子は誰であるか毎晩五円で雇われている某マネキンガールだとのことであるしかしこうした内幕がバレても もうその時には宣伝の目的は十分に成功して白猫の名は東京中に知れ渡っていたのでカフェの亭主は少しも通用を感じなかったそうである。